私の名前はパニコ。25歳の会社員で、一人暮らしをしています。社会人になってすぐに一人暮らしを始めたので、最初のうちは生活するのがやっとの状態でした。でも、今は趣味を満喫することができるまでに、生活は安定しています。就職先は実家から通った方が正直近いくらいだったんだけど、それでも私が一人暮らしをしたかったのには、理由があるんです。その理由っていうのは、今も実家で暮らしている、無職で2歳年下の妹、ノア。ノアは昔から人のものが大好きな困ったちゃん。当然欲しがるだけで終わるはずもなく、私はいろんなものを奪われまくってきました。バッグや洋服はもちろんのこと、好きな人までも。だから実の妹だけど、ノアは関わりたくない女ナンバーワンなの。両親もそんな妹のことを理解しているから、私の引っ越し先や職場を妹には内緒にしてくれていました。顔を合わせるのは年末年始や用事がある時くらいだったけど、できるだけ妹が留守の時に行くようにしていたんです。今日は母の誕生日が近いということもあり、妹も外出しているってことで実家に顔を出しました。まあ、プレゼントまで持ってきてくれてありがとうね。いえいえ、気に入ってくれるといいんだけど。ねえ、それよりノアの方はどう？仕事してるの？それがね、全然。知り合いに紹介してもらったバイトならできるかなって思ったんだけど、何かと理由をつけていかないし、最近じゃ私のものを勝手に売ったりしてお金を作ってるのよ。昔から手癖が悪いんだから心配だよ。まるで人事みたいに言う母だけど、これでも何度となく妹を叱ってくれています。だけどノアの性格は変わらないの。どうして姉妹でこうも違うのかしらね。同じように育てたつもりなのに。だから母はもうお手上げ状態。まあノアは小さな頃から要領よくてわがままだったからね。私も妹だからって甘やかしていたこともあったと思う。近所の人も親戚も学校の人たちだってノアのこと甘やかせたんだから、あんな性格になるのは無理ないよ。実の妹のことをここまで言うのはひどいって思うかもしれないけど、私も母もノアのわがままで散々苦労させられてきたんです。そりゃ大きなため息も出ちゃうよ。あの子がまた人様に迷惑をかけるんじゃないかって毎日ハラハラしてるよ。もうとっとと結婚して出てってくれないかしら。そうね、あの性格じゃ難しいかもね。それよりパニコ、彼の方は最近どうなの？そうちゃんのこと？そうちゃんとは私の愛しのダーリン。そうそう、そうちゃん、イケメンで獣医の免許も持ってるなんて、なんてハイスパッツなんだろうね。それを言うならハイスペックね。でもそれだけじゃなくて、ボランティア活動にも積極的で話も面白いし、ハイスペックなのに子供っぽいところもあったりするからキュンってきちゃうんだよね。なんて話に花を咲かせていると、突然部屋のドアが開き、妹の登場。聞いちゃった。うわー、お姉ちゃんに彼ができたんだ。しまった、聞かれちゃった。10位でイケメンとか、やば、私も会いたい。そうちゃんは10位じゃありません。そうちゃんって呼ぶなんてラブラブじゃん。10位で高級取りの男なんて最高かよ。だからそうちゃんは10位じゃないし、それに。はいはい、私にまた取られちゃうと思って予防線張ってるのね。ああ大丈夫だって、私も大人になったんだから、お姉ちゃんのカルピを奪うようなことはしないわよ。だから今度連れてきてよ。ああそんなの無理に決まってるでしょう。そうちゃんが私に惚れちゃうかもしれないから怖いんだ。だからそうじゃなくて、そうちゃんは私のことを愛してるって。そう言いたいわけ？本当かな？だあ、私の話を聞け。こらノア、パニコにいちいち突っかかるんじゃないよ。突っかかってないもん、祝福してるのよ。どこがよ。ま、お姉ちゃんが合わせてくれなくても自分でどうにかするからいいもん。は？ちょ、どういう？へー、あー楽しくなりそうだな。こらノア。もういいよお母さん。どうやらノアはこっそりそうちゃんに近づくつもりみたいだけど、果たしてうまくいくかしらね。そうは問屋がおろさないような気もするけど。ま、でもね、ノアはそうちゃんのことを
イケメン獣医な彼氏だって誤解しちゃってるみたいだから、そのまま誤解させておこうかな。こっちも楽しくなりそう。いしし。数日後、ノアが何らかのアクションを起こすのかなって用心してたけど、今のところ何にもなし。今日は愛するダーリンと会える日だから、私は仕事を定時で切り上げてそそくさと会社を出ると、先回りして待っていた会社の先輩ソータさんに声をかけられました。ああパニコちゃん待ってたよ。ソータさんと言いかけた瞬間、お姉ちゃんと聞きたくなかった妹の声がどこからともなく聞こえてきたんです。ゲゲ、あ、いや、そのまあお姉ちゃんに会いに来たのにその反応は寂しいな。もしかしてこの方が例の彼氏？違う。はい、パニコさんとは良いお付き合いさせてもらってます。ああ、何余計なこと言っちゃってるのよ。違うのよ、この人は彼氏じゃなくて。あら、照れなくていいのに。そうちゃんでしょ、噂はかねがね聞いております。だからこの人は。パニコちゃん、俺のことそうちゃんなんて呼んでくれてるんだ。俺の前じゃ全然素直になってくれないんだから。はい。あら、そうちゃんはお姉ちゃんみたいに素直じゃない女がタイプなんじゃないんですか？もっと素直に甘えてくれるといいんですけどね。なんで甘えなきゃならないんですか？昔から姉は可愛げないの。でも今年は素直で甘えん坊ですよ。試してみます？はあ、ちょっと一体何言い出すのよ。上目遣いでソータさんを見つめるノアは、狙った獲物は逃がさないって意思がビシビシ伝わってきます。なかなか面白い妹さんだね。面白くない。それならちょっとお姉ちゃんのことで二人きりでお話しませんか？何言ってるのよ。いいね。ちょっとそれじゃあお姉ちゃん、そうちゃん借りるわね。借りられます。ねえ、じゃあね。ノアは勝ち誇ったようにソータさんの腕を引っ張って、二人は私の視界から消えてしまったんです。なんでこんなことになるのよ。置き去りにされてしまった私はびっくりして、その場をしばらく動くことができませんでした。でもね、これはとってもいいチャンスだと思ったの。人のものを奪いたがる妹も、のこのこ妹についていたソータさんにとっても、とってもいいチャンスだってね。いしし。次の日、何事もなかったかのように話しかけてきたソータさんでしたが、私はそちらの態度でこれまでと同じように接していました。1ヶ月後、家でくつろいでいると妹から電話がかかってきました。妹からの連絡は極力避けていたけど、なんだか面白そうだから出てあげるか。お姉ちゃんが電話に出るなんて珍しいわね。電話に出ない相手に何度もかけるのはもう相当珍しいわね。相変わらず可愛くないよね、お姉ちゃんって。そんなんだからそうちゃんに飽きられちゃうんだぞ。ああ。では残念なお話があります。実は私、お姉ちゃんの彼氏と入籍しちゃった。はあ、おいおい、冗談でしょ。お姉ちゃんの彼氏、ああ、今は私の旦那そうちゃんとたった今婚姻届を出してきちゃいました。あちゃー、謝りましたな。イケメン獣医のカルピーゲットだぜ。何言ってんのよ。幸せなお花を飛ばしまくっているのに、私は素朴な疑問をぶつけよっかな。彼氏彼氏って言ってるけど、誰のこと言ってるわけ？え？そうちゃんでしょ？え？私の彼氏って推しのことだよ。は？え、もしかして私の推しと結婚したの？ノア、アイドルグループ令和ジャンピングのそうちゃんと結婚するなんてすごーい。え、で、令和？え、そう、私が愛するダーリンってのは、今をときめく男性アイドルグループの令和ジャンピングのメンバー、そうちゃんことソーマなんです。当然妹がアイドルと推しが好きになんてなれるわけがありません。でもここはとぼけて攻めちゃうもんね。いしし。あれ、ファンクラブ通信にもそうちゃんの SNS にも結婚報告ないけど極秘なの？え？あ、え？
そうちゃんと結婚できるなんて羨ましすぎる。どうやって出会ったの？いつから付き合ってたの？生そうちゃんはやっぱりイケメン？あーん、獣医の免許を持ってるイケメンエリートアイドルそうやが私の弟になるなんて幸せすぎる。でかしたぞノア。なんて興奮して見せちゃいました。待てよ。案の定ノアは大慌て。そうちゃん結婚おめでとう。妹を幸せにしてあげるんだぞ。私は部屋に貼ってあるそうちゃんのポスターに向かって頭を下げました。部屋にはそうちゃんのポスターやグッズだらけなの。ファンクラブにも入ってグッズを買い漁り、ライブにも行ってるんだ。あ、誰におめでとうなんて言ってるのよ。だからそうちゃんだって。ねえ、もう電話じゃ拉致が開かないわ。今からそっちに行くから。ノアは電話を切ってしまいました。でも妹に家を教えてないのにどうやって来るのかな。30分後、妹はなんとソータさんと一緒にやってきたのです。なんでもソータさんが私の住所を知っていたらしいんだけど、私教えてないんだよね。怖すぎでしょ。これで俺たちは義理だけど家族になれたね。だから怖すぎだっての。案の定ノアはソータさんのことを私の彼氏だって勘違いしてくれたみたい。でもまさか結婚までしちゃうなんてやばすぎ。ノアの結婚相手ってもしかしてソータさんなの？ソーちゃんじゃなかったの？なんて言ってみちゃったりして。ソーちゃんってソータだからソーちゃんでしょ。ほら見てよ、この人がお姉ちゃんの彼氏でしょ。妹はソータさんの顔を見るように興奮気味に迫ってきました。違うったら、この人は彼氏じゃないって言ったよね。私の愛しの人は推しメンのソーちゃん。だから何なのよその推しメンって。説明するよりも見せる方が早いかな。2人を部屋に入れてソーちゃんのポスターやグッズの数々を披露。まさかこんなにアイドルに夢中になるなんて夢にも思わなかったわ。そうちゃん素敵でしょ。そうちゃんの笑顔、このとんでも新婚夫婦の前でも輝いて見えるよ。なんてこと考えてる場合じゃなかった。こんなの彼氏じゃないじゃないの。ただのアイドルじゃない。何言ってるのよ。ただのアイドルじゃなくて私の生きがいそうちゃんです。推しメンは心の恋人なんだからね。そんなこと言ってるんじゃない。だいたいお母さんと彼氏は獣医だって話してたじゃない。いやいや、獣医の免許は持ってるけど獣医じゃないって言ったよね。それに推しメンのことを彼氏だって勘違いしてるのに、何度も違うって説明しようとしたのに私の言葉を遮って引かなかったのはノアちゃん。ねでもソータが彼氏だって紹介したじゃないの。へえ、よく思い出してみなさいよ。あの時も彼氏じゃないって言ったのに信じなかったのはノアだよね。だって彼氏だってソータが。え、俺はパニコちゃんの彼氏じゃなかったっけ。彼氏だなんて本気で言ってたわけ。怖。彼氏じゃありません。いつもご飯とか誘ってきたり勝手に先回りして待ち伏せしてたけど断ってたじゃないですか。私はそうちゃん一筋なんですからね。そんな。でもそうたも獣医の免許持ってるって言ったじゃないのよ。そうた私に嘘ついたわけ。持ってるよ獣医の免許。うわー、まさかの勘違い。獣医じゃなくて獣医よ。動物のお医者さんじゃなかったの。俺は普通のサラリーマンだよ。はあ、じゃあ何、お姉ちゃんの彼氏でもなければ獣医でもないわけ。そうなりますな。はあ、じゃあイケメン以外全部デタラメってこと。イケメンだって思ってくれてるんだ。そんな、お姉ちゃんの彼氏だから結婚したのに、獣医だから結婚したのに、お姉ちゃんの彼氏じゃなかったら意味ないじゃないのよ。お姉ちゃんの悔しがる顔見たかっただけなのに。うわー最低。俺のこと愛してくれてんじゃなかったの。うわー、さすがにソータさんがかわいそう。それなら俺もパニコちゃんの家族になれると思って結婚を承諾したから、お互い様だね。ちっともかわいそうじゃありませんでした。
ソータさんってめちゃくちゃヤバいやつじゃん。お互い様なんかじゃない。何よお姉ちゃん目当てって。私よりもお姉ちゃんが好きとかおかしいじゃないのよ。私の方が可愛いじゃないのよ。なんだと？どう見てもパニコちゃんの方が可愛いじゃん。ツヤツヤ黒髪でめちゃ可愛いし、パニコちゃんは仕事も真面目でバリキャリで明るくて裏表もなくて俺の理想の女性なんだよ。褒めてくれるけど怖いっての。ノアは無職で親のすねかじってるだけじゃん。しかも姉の彼氏奪うとかめっちゃ最低人間だし、パニコちゃんの悪口ばっか言うのに謎のぶりっこしてくるような君のいいところって言ったらパニコちゃんの妹ってことだけ。うわ、あいろんな意味できつ。はあ、それじゃ離婚よ。私よりもお姉ちゃんが好きならお姉ちゃんと結婚したらいいじゃないのよ。あ、そうだな、パニコちゃん結婚しよう。はあ、何普通にプロポーズしてんのよ。うわ、カオス。普通にお断り。何普通に断ってんのよ。じゃあノアで我慢するしかないな。なんなのよ我慢って。こんなもの壊してやる。え、ノアはそう言うと私のダーリンのポスターをビリッと破ったのです。何すんのよ。へん、これで気が済んだわ。帰るわよソータ。じゃあねお姉ちゃん。なんて何事もなかったかのように帰ろうとする新婚夫婦を私がタダで返すなんてことするわけがありません。ちょっと待ちな。え、結婚祝いまだ受け取ってないじゃない。ああそうだった、やだ、くれるの？喜んでいられるのは今のうちだけだけどね。いしし、あんたのこと器物破損で訴えさせてもらうから、そのつもりで。これが私からのプレゼントよ。はあ？たかがポスター破ったくらいで何が器物破損よ。たかがだと？私はこのポスターに毎日おはようからお休みを告げて日々の活力にしてんのよ。それなのにたかがだ？あんたが価値を決めてんじゃないわよ。しっかりとこの代償は払ってもらいますからね。そんな。もういいわよ。結婚したらこっちなもんだもん。これでうるさい家から逃げられたし、今度は専業主婦として楽な人生送ってやる。うわー最低。でもその計画はうまくいくとは思いませんな。専業主婦？勘弁してくれよ。え？俺借金があるから働いてもらわないと困るよ。ちゃんと明日から働く職場も見つけてきてから安心してね。は？借金？それに働く職場って。そう、ソータさんは会社にまで借金返済の電話が来るほどの借金を。だからイケメンでもひもてなんだよね。よかった、収入は増えるし家事もしなくて済む。それにパニコちゃんと家族になれるとか幸せすぎる。ねえ、お花畑だな。喜んでるところ申し訳ないけど、あなたも相当の処分を受けることになるわよ。処分？そうよ、これまでは会社の先輩だから穏便に済ませてたけど、私のことを勝手に彼女だなんて言うなんてどうかしてるわよ。それに私の家はどうやって知ったわけ？何度かこっそりつけてきてたんだよ。無事に帰れるか心配でね。うわー、てっきり個人情報を勝手に見ただけかと思ったら、こいつのやってること完璧にアウトだっての。あなたのしてることは完璧につきまといよ。その上妹と結婚して私のそばにいる発言は完全にヤバすぎ。あなたのことは前々から人事部に相談させていただいていたので、今回のことできっと処分の対象になるでしょうね。なんでだよお姉ちゃん。お姉ちゃん言うな。私は今後一切ノアと会うつもりはありませんから、職場でも私生活でもあなたに関わることはないから、そのつもりでね。そんな、それじゃあこいつと結婚した意味がないじゃないか。それはこっちのセリフです。借金とか意味わかんないんだけど、入籍なんてするんじゃなかった。それは俺のセリフだってのは。お姉ちゃん、どうにかしてよ。知らない、夫婦で問題を乗り越えないとね。いしし、二人はこの後揉めに揉めて離婚することになったようなのですが、私の彼氏だと勘違いした男と結婚を決め、勝手に出ていったノアを両親は許さず家に入れなかったんですって。行くところがないノアはソータさんと離婚することなく、準備されていた夜の仕事をすることになり、ソータさんの借金を一緒に返しているようです。
もちろんポスターもしっかりと弁償してもらいましたよ。ソータさんは私への隙間問いだけではなく勤務態度も問題があったので解雇されてしまい夜の仕事へ。でも顔だけでトークスキルもないので収入はないに等しいんですって。私は必要につけ回してくる先輩とわがままな妹から解放されて幸せに暮らしています。ソーちゃん、今日も一日頑張ってくるね。行ってきます。こうすると笑顔の推しが行ってらっしゃいって語りかけてくれる気がするの。推しの笑顔を見てるだけで私は幸せ。そろそろリアルな恋もしなきゃだけど、そうちゃんしか勝たんなんてね。ひしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。